ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回も2回目ですけど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG GLC43 クーペ2018年式13,300キロ、こちらのお車をご紹介させていただきます。はい、いい車が来ましたよ。そうですね、はいはい、今回43ということで、はい、ちょっとこう63のやっぱりこうインパクトが強いんで、はい、実際こう43どうなるなんだろうっていうところは結構気になる方多いと思うんですけど。そうですね、ちょっと63よりマイルドになってるような全体的にそういう印象だと思います。はい、そして43結構装備が充実してるんですよね。そうですね、割と何でしょう、結構豪華装備が入っていまして、はい、まずレザーエクスクルーシブパッケージが装備されてますので、内装では本革シート、あとはサンルーフで、あとブルメスターが入っています。はい、なのでちょっとその辺細かく拾っていきたいと思います。はい、でまずエクステリアからいくと、ボディカラーがもう一番定番というか、まあ、人気色でもあるダイヤモンドホワイト、はい、もう真っ白白の、そしてあと43の特徴的な部分でいくと、やっぱりこのグリル。そうですね、ダイヤモンドグリル標準で入っております。ちょっと打ち合わせで少し話題が出ましたけど、このダイヤモンドグリル装着しているのが43だけということで。そうですね、はい、63になると最近流行りのパナメリカのグリル、はい、パナメリカのグリルになります。はい、でこのダイヤモンドグリルが出たての頃ものすごくこれ流行って、はい、こういろんな車交換したりしたんですけど、はい、こうパナメリカーナが出てからもうみんなパナメリカーナにするようになったんで、逆にこのなんか新鮮というわけじゃないけど、そうですね、なんかインパクトが、はい、ちょっといい感じな気がします。そしてなんかこれ視認性もちょっと向上させる意味合いもあるんで、ちょっとこういうデザインになってるらしいです。だから確かに前から来た時に折ってこう目につきやすいというか、その辺も考えられてるみたいです。はい、で当然こうパナメリカーナにもし交換したいっていうのがあれば、そうですね、もちろん、はい、言っていただければそんなことにもできます。お願いします。で、あと今回エクステリアの特徴としてはナイトパッケージで所々がこう黒くなってて、そうですね、フロントスポイラーがまあちょっと控えめなんですけど、黒く塗装されております。だ結構特徴的な形状してるんで、黒くなるとかなり全体的に引き締まって、引き締まりますね、顔つきがガラッと変わってるっていう。はい、そしてもう充実の装備、この辺の360度のカメラだったりだとか、この辺のハイビームのアダプティブハイビームアシストプラスでしたっけ、はい、はい、自動でハイビーム避けてくれるやつですね、はい、その辺なんかもしっかりついてると。はい、今回はちょっとこう人間をダメにする機能充実の車ですから、充実してますね、はいはい、ちょっとその辺拾っていきたいと思います。そして横に行くと僕意外に好きなこの AMG のマルチスポーク。そうですね、20インチで43の標準ホイールになります。こう天面がダイヤモンドカットになってて AMG のロゴも入ってて、そしてその奥に控えるブレーキが360倍、4ポットのブレーキで、あとは43になるともう漏れなく安さになるということで。そうですね、まあ、乗り心地ももちろん、まあ、あとは車高の変化も、まあ、状況に応じてできるという、はい、そんな足回りもついていると。そしてやってきましたフォーマチック31:69かな、はい、あ、そうなんですか、はい、調べてきました、はい、の4輪駆動になると。そしてあと43だとこのランニングボードが標準装備ということですね。はい、合ってますか。合ってます、はいはい、一番ベースのだと確かオプションという。そうですね、はいはい、そしてあとはこの辺なんかもしっかり黒くなっていると、はい、ミラー窓枠、はい、ここ違うと結構こう車のイメージが違うというか、締まりますね、はい、まあ、結構ここメッキだったりすると思うんですけど、そうするとやっぱり色が一色増えるんで、はい、横の印象が全然違うという。そして後ろ行くと後ろも同じように MG のマルチスポークと、あとは全体的なこのシルエットでいくと普通の SUV の普通の GLC43 よりかもちょっとだけ全長が長い、はい、そうですね、数ミリでしたか、70ミリ、はいはい、全長が少し長いと。そしてルーフも4センチ低くなっているってことで、結構なんかここの形だけ違うのかななんて思いきや、結構この辺ごっそり違ってボディの形状も変えてあるってことみたいな。そして後ろの特徴というとこれですね、AMG モデルからつく、はい、トランクスポイラーがですね、これがまたちょっと後ろのこの純正とは思えないぐらいの反り返りでスポーティーな印象になってございます。であとは同じように後ろのこの辺のパーツも、そうですね、黒く塗装されております。そして専用のエキゾーストがついてると、はい、でこれもちゃんとこの黒の
カッターで引き締まった感じ で、ね、黒くなってますね、はい、そんな感じになってます。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。当然の、まあ、スマートキー付きと、あと僕的にはもうメルセデス何がいいってこのドアの締まり、もう全部バフッと、そう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 、こんな感じで、で内装はエクスクルーシブパッケージ付きってことでサンルーフが付いてたりとか、あとはドアから行くとウルメスターのスピーカーが付いてたりとか、まあ、この辺が標準というかエクスクルーシブパッケージでもうパッケージ全部付いていく、そうですね、全部付いていきます。やっぱり豪華です。そしてドアから行くとしっかりこのグレーのステッチが入った、そしてオープンフィニッシュのこのウッドのパネルと、そしてシートヒーターだったりとか、当然のメモリー付きの電動シートで、そしてさらに行くと全体的に真っ黒なんですけど同じようにステッチがこのシルバー、はい、グレーのステッチでまとめられて、ちょっと立体感のあるシート、そうですね、スポーツシートになってると、はい、でこのシートもエクスクルーシブパッケージの、そうです、専用シートになってます、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。そして乗った感じはあの車が割とコンパクトなんでそんなに床の高さを感じないという、結構 SUV なんかだとこうよいしょって乗る感じあると思うんですけど全然高さを感じない。そしてちょっとシートポジション、佐々木くん助手席に乗りますか。はい、はい、足の短い僕仕様に来まして、はい、もう内装に関しては基本的に他の シリーズといえばいいんですか。はい、共通ですね、はい、まあ、デザインだったりは全部共通なんで、はい、まあ、見慣れた光景にはなりますけれども、はい、でステアリングはこんな感じです。63になるとちょっと刻印の入ってるちょっと違うステアリングになったりしますけど、はいはい、43の場合はこんな感じのステアリングで、ただまあ必要なもの全部ついてて、はい、当然の ACC もついてて、はい、でメーターはちょっとこの真ん中が分かりづらいですけどチェッカーフラッグみたいになってるちょっとレーシーなデザインと、はい、そして、まあ、この辺はもう機能的なものはもう本当に他のと一緒なんでちょっと飛ばしちゃいましょう。はい、でメディア関係はちょっと映ってないかな、今回の車はテレビとかついてないんで、まあ、基本的なそのメディア関係ラジオ、はいはい、あとはナビゲーション、はい、そしてメルセデスのナビ、意外って言うと言い方悪いけど使いやすい、はいはい、まあ、あとこの辺が全部共通なんで、そうですね、まあ、戸惑うことがないと、はいはい、そしてこの辺ドリンクホルダーと奥にちょっと小物入れがあって、はいはい、シガーソケットと、はいはい、あとクライメート関係、あとは前期型だと CD のディスクスロットルがついてるんで、はい、DVD も見れる、はいはい、こんな感じになっておりございます。そしてセンターコンソールアームレストの中は意外に容量があって深いという、深いですね、で USB タイプ A か2系統と SD カード、はい、こんな感じです。あ、横もちゃんとしっかりステッチが入って、入ってますね、ちょっとこの辺の高級感もしっかりあります。そして上行くと上は普通の黒のファブリックで、はい、まあ、この辺も他のモデルと共通な感じなんで、はい、一緒ですね、はい、そしてこのサンルーフ、はいはい、ちょっとあの SUV と構造が違うんでサンルーフのサイズはちょっと違う感じ、はい、ちょっと短いのかな、ちょっと小さいですね、あと2分割されてるんですけ ど、はい、どこれはまあフロントのみですね、はいはい、こんな感じのサンルーフになってます。あとはもう充実の装備、この辺360度のカメラと、はい、ちょっと押してみましょうか、はい、こんな感じで、もう人をダメにする機能がもう全部ついてると、そうですね、はい、素晴らしいです。でこのレーンキープだったりだとか、はい、あとあれだ、そうだ、ヘッドアップディスプレイなんか全部標準装備という、はいはい、で自動ブレーキも当然ついてますし、はいはい、ブラインドも全部ついてると、ついてます、はい、もう必要なものでないものはないんですね。ないです、はい、ないそうです、はい、まあ、あとは C といえばそのベンチレーション、あ、まあ欲しいですね、はい、A45CLA45 ついてますね、はい、でちょっと正直欲しいかなっていう気がしますけど、じゃあ続いて後ろの席を見てみたいと思います、はいはい、じゃあちょっと乗り込んでみます。じゃあ面白めにお願いしますまず座り心地なんですけど、前よりも後ろの方が若干柔らかくできているように感じます。そうだよね、はい、シートがね柔らかいですね、クッションがすごく柔らかいっていう、はい、まあ、大体の車はそうなってるけど、はい、ちょっと今日ふかふか、ね、GLC の場合だと極端というか、
はい、明らかに座って分かるぐらい後ろの座席は柔らかいという。そうですね、柔らかいですね。居住性に関してはどうですか、居住性、天井やっぱりクーペデザインなんで、乗り込むときにやっぱり頭をちょっとこう下げて乗るような乗り方にはなってしまいますけど、まあ、僕の身長では一応頭は当たらないですけど、さっき土屋さんが当たっちゃってました。僕ちなみに175ですけれども、はい、佐々木くんは、はい、168です、はい、じゃあそのぐらいの微妙な感じだとちょっと当たったり当たらなかったり。そうですね、180とかの方だとちょっとこう窮屈に感じちゃうかな。当たるかなと思います。で足元は余裕ですね。結構そんなにシート前じゃないですけれども、はい、まあ、普通に座れる。はい、もう余裕ですね。結構くつろげるかと思います。そして装備的なものを拾っててもらっていいですか。はい、まずドアには、ブルメスターのスピーカーついていまして、後席にもシートヒーター装備されています。でエアコンの吹き出し口はちょっと小さいものが2つついております。でセンターアームレストがございまして、ドリンクホルダーが2つございます。で小物入れ、ちょっと薄いものならばしまえるかと思います。はい、しっかりついています。後ろのスペース的にはどうですか。やっぱりこのシーピラーが寝てるこの車、はい、ちょっと後ろの視界というか。そうですね、ちょっとやっぱり窓はどうしても面積狭いので、まあほんのちょっと圧迫感はあるかと思うんですけど、ただ SUV にしてはという感じで、まあ、なんか乗用車に近いぐらいの。そうですね、目線も結構高めなんで問題ないかと思います。はい、ここを押すと、あ、なるほど、はい、このリリースが電動になってるんで。そうですね、ポチッと押すだけでロックが外れてくれると。はい、あ、こんな感じで。じゃあ、紐探したりとかレバーどこどこってならないように。そうですね、もう指でワンタッチでいけるようになってます。手前のところをかじって引くだけで倒せる。はい、いいですね。いいですね。そしてじゃあその流れでトランク見てみましょうか。はい、トランクはフットオープナーがついてる。フットオープナーついております。しっかり電動で。はい、でこの高さ設定なんかも全部。そうですね、できちゃう。設定できます。はい、そしてトランクはやっぱりクーペデザインなんで少し狭いですけれども。はい、さっき見てもらった通り十分かなって感じです。シートも倒せますんで。はい、そしてこっちからもシートが倒せる。そっちにもついてます。なるほど、はい、そっちじゃあ倒してみましょうか。なるほど、はい、ワンタッチです、ね、なんか用意しょっていうのがいらない。そうですね、はい、女性の方でも。はい、楽々です。楽々できちゃう。でさらに気遣いが、さらにこう人間をダメにする機能が、はい、この車高の上げ下げが。そうですね、スイッチもう一つついてまして、これを押すと車高が約4センチ下がって、まあ、荷物の乗せ下ろしがしやすいっていう機能になってます。これぐらい下がるんで、これぐらいか、だいぶ違う。そうですね、はい、そんな機能もついてる。はい、そしてこの下には、結構な床下収納、広いですね。床下収納っていうの、床下家みたいな。そんなのもついてると。はい、ただこういうちょっとした隙間って、こうなんか普段使わないものを入れたりとか。はい、そうですね、かなり便利に使えるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ続いてエンジンルームを。エンジンの方が V6 3リッターツインターボということで、はい、367馬力ですね。はい、ただトルクが結構あって。はい、520Nm あります。ちょっとこの後乗ってみたいと思います。であとミッションの方が急速オートマ。そうですね、はい、また63と違う、はい、MG スピードシフトではないんですけれども、はい、専用チューニングのミッションということなんで、ちょっとその辺も乗ってみたいと思います。はい、はい、続いて電動周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。
お願いします。じゃあ行きます。じゃあ今回は佐々木選手運転ということで。よろしくお願いします。佐々木選手じゃない、セールスで。はい、はい、今せかされちゃったからな。佐々木さん早くしてください。ごめんなさい。ちょっと佐々木くんの面白さが伝わっていない全然。もしかして YouTube では真面目キャラでいこうっていう風に企んでませんか。真面目、真面目キャラでいきたいですね、できれば。ダメです許しません。はい、そうですか。そしてちょっとこの装備の話になりますけど、はい、とにかくもうみんなついてると。そうですね、はい、快適装備バッチリですね。で MG43 以上の特徴として空気圧のセンサーが、はい、燃料が少なくなりました。少ないですよ。はい、はい、ちゃんと試乗前に給油しないと。給油、はい、大丈夫です、ね、ギリギリです、はい、大丈夫です。空気圧のセンサーが、はい、モニタリングできるという。そうですね、残量というか中身、まあ、前車はそのパンクの警告灯はついてますけど、はい、空気圧の時速値は見れないんで、はい、これ左で。この先に事故多発地帯があります。バコンだな。まあ、とにかくその走りの部分と、はい、エアサスと、はい、快適装備と、はい、もうそれだけでも43買う価値があるんじゃないかな。いいですね、本当に大人気モデルですので、まあ、ちょうどいい。ちょうどいいですね、本当に。どうしてもこう63のインパクトがすごすぎて、はい、なんかその影に隠れちゃってるけど、はい、全然いいと思います。実はその走りを求めない人には、はい、もうベストバイな。そうですね、ベストだと思います。グレードモデルじゃないかっていう、はい、でしっかりこの辺のモード切り替えで、はい、はい、スポーツ、じゃあ佐々木選手は、じゃあ、はい、佐々木選手のキャラに合わせて、はい、スポーツプラスでお願いします。はい、もうスポーツプラスにするとまずこう排気音がちょっと、そうですね、ボーって後ろから聞こえてきますね。ちょっと大きめになって、はい、で足も当然エアサスですから乗り心地も、はい、いやすごく快適です。あ、でもスポーツプラスにすると結構固めというか、はい、しっかりめの足回りになるという。あ、結構硬いね。コツコツほんのちょっときますね。そしてエアサスだと何がいいっていうと、そのもちろんその乗り心地とか車高の調整ができるっていうのもそうなんだけど、はい、このカーブの時とかブレーキの時とかも、はい、そう調整してくれるというか。あ、いいですね。だからロールしないようにこう外側をちょっと硬くしたりとか。あ、なるほど。ノーズダイブしないようにこうフロント硬くしたりとかっていうのも瞬時にやってくれる。はい、そしてマフラーの音が結構聞こえるのかな。結構聞こえますね。こんなに響くと思わなかったです。そしてスポーツプラスだとオートブリッピングがついてるそうです。はい、はい、自動でシフトダウンしてくれます。なんでパドルでパンパン下げてっても、はい、ちゃんと回転合わせてくれると。はい、何点ですか。100点です。もう僕にとってはもう本当に良すぎる車です。確かに質感もいいし、メルセデス、はい、ブルメスターもついてるし、はい、シートヒーターもついてて、でこのサイズだからいいっていうのもあるよね。そうですね、 GLE はやっぱり2m 結構大きいじゃん。はい、超えてきますし、全幅が 2m 超えてきますし、やっぱりこれぐらいがちょうどいいのかなと思いますね。確かに街乗りとか、はい、住宅地なんか特に都内で使う方なんかは、そうですね、かなり使いやすいんじゃないかっていう。全体的な乗った感じどうですか、ハンドルとか。いや本当に安定感も抜群ですし、本当に特に言うことはないですね。じゃあ終了で終了になっちゃいますね。はい、特に言うことがないと終了になっちゃいます。はい、はい、優秀だと思います。でもね、実際こういろいろ動画撮らせてもらうじゃん、はい、あのね、中間グレードが一番難しいっていうか、はい、あ、なるほど。もうなんかこうとんがったモデルだと、はい、もう言っちゃったら俺リアクションは割と撮りやすい。確かに。だからもうメルセデスで、しかも真ん中っていうかその43とかってなっちゃうと、こう出来が良すぎて、はい、そうなんですよね、感心しちゃう。はい、本当にちょうどいいって感じですね。そしてサンルーフも、はい、シェードは手動ですけど、はいはい、こんな感じで、まあ、ちょっとね SUV と比べちゃうとちっちゃいかもしれないですけど、まあちょっとコンパクトですね。全然十分な、はい、こんな感
したらこれ信号を左でお願いします。はい、はい、ステアリングとか、はい、ペダルとかどうですか。ブレーキはフォーポットは、はい、ステアリング握りやすいです、すごく。では少しだけ法定速度内で出足のチェックをお願いします。わ、すげえいい音するね。めっちゃいい音するね。いやびっくりしました慣れてるはずなんですか。すかさずシフトダウンで、はい、うわいいですね。めっちゃいい音してるね。はい、え、なんかもう全然十分じゃない。十分です。僕43むしろいいなと思いますね。ちょっと確かにこう63みたいなこの乱暴さとドロドロサウンドはないけど、はい、そうですね。さすが V6 3リッター。そうですね、走りもちょうどいいんじゃないですかね。いやいや、ちょうどいいどころか多分これ街乗りだったら全然持て余しちゃう。本当にそうですね、高速でこう全開とかでもない限り、はい、速いし、そして装備関係も車高も上げたり下げたりもできるし、はい、いや音いいな。いいですね、はい、でもおしまいですもん、はい、はい、コンフォートに。あ、コンフォートにするともうあからさまに聞こえなくなる排気音。そうですね、あと足回りもすごくあ、なんて言うんでしょう、快適になりますね。あ、全然違うね。はい、やっぱり優秀だなこれ。あとはなんといっても取り回しがもういいですね。最小回転半径も 5.7 メートルだっけ。はい、すごく運転しやすいです。あと、そうだ、内装ちょっと触れませんでしたけど、パフュームアトマイザーもついてるんで。はい、ついてますね。これね、はい、あの商品車とかだからさ、はい、あんまり使うことないじゃない。そうですね。これね、あのこの間223を借りる機会があって、はいはい、その時にあの使ったのね。はい。やばいよ。え、何がやばいんですか。あのね、もうオイニーが。あ本当にこのなんていうの、五感のその嗅覚の部分でこんなにリラックスできるんだと思って、もうそのなんかもうアロマで思う、そういうの全然いかない人だから、はい、もうびっくりした本当にあ、本当ですか。もう二人さんの後ろの席でくつろいで、はい、こうゆったりです、ね、そうで、どこからともなくこの匂いが漂ってきて、はい、うわこれ寝れるわぜこの匂いの強さも調節できますもんね。パフュームアトマイザーこれね、だからもう最初そんなに使ってみる前は、はい、まあまあついてたらいいかなぐらいだったけど、はい、いやこれはねちょっとしっかりついてるのを選ぶ、はい、価値ある、はいはい、じゃあちょっと3で、はい、ちょっと画面がこう、この匂い、ただ車降りた時に服とかにつかないようなこの粒子を、あ、そうなんだ、そのつかない衣類につきにくい、はい、そういう調節もされてるみたいです。へ、あんたどこ行ってきたのって言われない。その心配はないですね。なるほど、はい、めっちゃいい匂いする。きますねちょっと初心者なんであんまり消耗できないですけど、はい、めちゃめちゃいい匂いする。芳香剤とか買う時代は終わったんですよ。そうですね、もう吹き出し口から出てくるっていうこのリラックス最高です。オナーもついてると、もうあっという間に到着ですよ、店舗に。どうですか全体的に。いやもうやっぱりいつ乗ってもやっぱり取り扱うことが多いんですけど、 GLC っていうのは人気だよね。はい、もう入ってくると本当にすぐに売れてしまうモデルの一つで、大宮店でも仕入れては売れてしまって、本当にもう早い者勝ちなモデルになってると思います。なるほど、はい、その秘密は結構こう厳選して仕入れをしてるんで、こう装備が充実してたりとか。そうですね、もう距離もそうだし、コンディションも、はい、間違いないと思います。選んでるんで、じゃあぜひこう GLC お探しの際は、はい、大宮店の在庫をチェックしてもらって、はい、佐々木君に連絡もらえれば、はい、よろしくお願いします。もう全力で対応すると。はい、はい、試乗ありがとうございます。ありがとうございました。それじゃあ最後になりますけれども、はい、この車のセールスポイントを、はい、佐々木選手から、はい、
43モデルになるので、43モデルといえど63と 63S にと、遜色ない、快適装備がついてます、はい、なんで 63S よりそこまで走りはいらないよって方にはこのモデルちょうどいいんじゃないかなって思います、はい、じゃあぜひ佐々木セールスまでお問い合わせいただければ、はいはい、お願いいたします。というわけで今回はメルセデス AMG GLC43 クーペをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。